いつもご視聴ありがとうございます。本日は千葉県柏市の中心駅柏駅についてじっくり解説していきます。千葉県柏市は千葉県の北西部に位置する市であり、人口約43万5千人の市です。千葉県内では市川市に次いで第5位の人口規模です。柏駅は JR 常磐線と東武アーバンパークラインの接続駅です。柏駅は1896年に開業し、 JR 常磐線の1日の乗車人員は9万4607人で、東武アーバンパークラインの1日の乗降人員は11万1864人です。常磐線柏駅は1、2番線が各駅列車が使用しています。3、4番線が快速列車が使用しています。ご乗車ありがとうございました。柏駅到着です。お忘れ物なさいませんようご注意ください。JR 常磐線の特急は日立号が一部の列車が停車し、時和号は全列車が柏駅に停車します。JR 常磐線各駅は千代田線、小田急線と3社直通運転をしています。こちらが JR 常磐線の柏駅南改札口の映像になります。こちらが JR 常磐線の柏駅中央改札口の映像になります。続いて東武アーバンパークラインの柏駅構内を見ていきましょう。まもなく3番線から各駅停車船橋行きが発車いたします。東武アーバンパークラインの柏駅はスイッチバック式の駅になっています。3、4番線ホームは新鎌ヶ谷、船橋方面のホームになります。東武アーバンパークラインは船橋から大宮を結ぶ路線であり、船橋大宮駅まで直通運転をする列車もあります。こちらが大宮方面の1、2番線ホームの映像になります。こちらが JR 常磐線の改札口の映像になります。こちらが高島屋柏店の映像になります。柏駅の構内を出て、まずは柏駅東口周辺を見ていきましょう。柏駅東口といえば、この大きなビッグカメラの存在ですね。柏駅東口の右手側には、大型商業施設、丸井グループのファミリー柏があります。柏駅東口の左手側には、大手百貨店の旧そごう柏店があります。柏駅東口のスクランブル交差点の映像になります。
柏駅東口の中央通り、ハウディモール通りの映像になります。毎週日曜日は歩行者天国になります。ハウディモールは飲食店やスーパーなどいろいろとあります。こちらがイトーヨーカドー柏店の映像になります。この通りだけでもかなりのお店が入っており、非常に栄えています。駅入り口の交差点の映像になります。この先も商店街が続いています。先ほどの交差点の右側に柏神社があります。裏路地に入ると個人のお店などがあります。駅から離れても割と高めなビルなどがあり栄えています。こちらが柏郵便局の映像になります。スクランブル交差点の方に戻ってきて、続いて2番街商店街を見ていきましょう。2番街商店街は大手のスーパーや居酒屋などいろいろとお店が入っております。2番街商店街の中心に中規模商業施設ドンキホーテや新生堂が入っております。2番街商店街を柏駅方面に進むと、丸井グループのモディ柏店があります。2番街商店街を抜けるとタワーマンションのライオンズタワー柏付近に出ます。ライオンズタワー柏の1階部分は飲食店やコンビニなどが入っています。ラーメン屋やパスタ、いきなりステーキなど充実しています。こんな感じで駅から離れても飲食店やスーパーなどがあり、便利な街です。駅全体がショッピングセンターといった感じです。先ほどの交差点を駅と反対側の方向に進むと、徐々に低層階のビルが増えてきます。駅から結構離れると昔懐かしい個人のお店などもあり、いい雰囲気があります。再び2番街商店街周辺に戻ってきました。続いて旧そごうのあったあたりから伸びる三三通りを見ていきましょう。三三通りを少し歩いて左側に行くとハローワーク柏があります。三三通りはホテルやカラオケや飲み屋などが多く集中しています。こちらの映像が三三通り川の柏駅入り口の交差点の風景です。この辺りは個人の古着屋さんなどが多いエリアになります。イトーヨーカドー柏店の裏側の道の映像です。こちらが柏駅東口を北側に進んだエリアになります。
こちらが柏市役所の映像になります。柏市立図書館や公民館なども市役所の近くにあります。続いて柏駅西口を見ていきましょう。こちらの映像が柏駅西口のロータリーになります。はじめに高島屋フラワー通りを見ていきましょう。高島屋フラワー通りは右側に高島屋があり、左側には商業施設や高層ビルが並んでいます。こちらの映像がクレストホテル柏の映像になります。こちらの映像が高島屋フラワー通り側の駅入り口の風景です。駅の北側には国道6号線が通っています。柏第一小学校の映像になります。先ほどの高島屋フラワー通りの裏路地に入ると、こういった昔懐かしい商店街が数多く並んでおります。飲み屋などもあって、夜はさらにいい雰囲気になりそうですね。再び柏駅西口に戻ってきて、続いて柏駅西口本通りを見ていきましょう。柏駅西口本通りは道の両脇に高層ビルが並んでおります。こちらの映像が柏駅西口本通りの柏駅入り口の映像です。こちらの映像が柏中学校前交差点の映像になります。そして柏中学校の映像になります。柏中学校の近くにある柏西口第一公園を簡単に見ていきましょう。踏切や SL なども展示されており、変わった公園ですね。再び柏駅西口に戻ってきて、今度は朝日ふれあい通りを見ていきましょう。ルイ・ヴィトンなどが入る高島屋ステーションモールもあります。朝日ふれあい通りは歓楽街となっています。朝日ふれあい通りはラーメン店や居酒屋、そして夜のお店までいろいろとあります。このように個人経営のお店が多いのも特徴です。こちらの映像が国道6号線の映像になります。こちらの映像が東葛飾高校になります。
ちらの映像は柏駅南口商店街の映像になります。柏駅南口はマンションも多くあり、住む街といった景観をしています。柏駅南口の駅周辺の風景になります。東口や西口と比べ静かな街並みとなっています。こちらが東武アーバンパークライン柏駅南口になります。こちらが JR 常磐線柏駅南口になります。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。